はい。よいしょ。ちょっとまあいろいろプライベートをちょっとまあ見ていただいたりとかもする中で、まあこれまあ実際まあ YouTube やけど、まあじゃあ俺らはまあこれを発信させてもらってるけど、じゃあじゃあ逆にお前らどんな見てるんや。なるほど。まあ当然見るわけで、どういうの見てるんですかっていうのも多分ちょっと気になるかなと。でそれをちょっと、こんなん見てますっていうのをちょっと紹介したりとか、そういうのはどうかなと思って、いろいろ見てるからね。そうやね。俺めっちゃ見てるのは、めっちゃ古い道具を直すやつ。道具？あんねん、海外。なんか俺見たことある。これこの人、この人。こういう古いやつを、バラして錆取って、でもう一回塗装し直して、で最終的に綺麗にするっていう、延々それをなやらんやけど、これ見てて楽しいのよ。例えばもう海外の農機具とかを直したりするんやけど、何のこっちゃ分からへんやん、それって。最初ボロボロの状態で、これ何に使う道具やねんみたいなのあるわけよ。それが最後直してもう一回それ使うねん、でこういう道具やったよみたいな、こういうのに使うみたいな。そう、それがな、めっちゃおもろいな。俺も延々見てまうの、この人の全部見てる俺。それちなみに言っていただいても大丈夫なの？何チャンネルとか読まれへん。前めちゃいいんす。怖っ。マイフェイバレットでファンザ。エロね。マイフェイバレット。マイフェイバリットファンザってお前ファンザムービー、ね、YouTube でお前見たことあんのかお前。なあ、マイフェイバリットファンザムービー怪しいな思ってたけど。怪しいで、ちゃうよ。マイ、ま、これどういうもの。マシーンズ、マイ、メカ、メチャーメチャーニーズメチャニーズ MY メチャニーズ、メチャニーズ、メチャニーズ、マイメチャニーズ。マイメチャニーズやろ。なんか英語できんやろ。マイメカニックス。マイメカニックス。違う、そう読むの。あ、そっちではそう読むんや。俺ではメチャニックスやから。マイメチャニックスやから。マイメチャニックス。俺はマイメチャニーズやから。メチャニーズ。マイメチャニーズ。メチャニーズ。登録者数どれぐらいじゃん。いや、すっごいと思うで。188万人。ああ、一緒ぐらいな。どこがやねん。現実見ろ、お前。俺はどうしようかな。俺やっぱりね、飯系見てまうよね。ただただ飯食う、おっさんが飯、おじとらとか。おじとら。ああ、おじとらしてる。最初俺正直おじとら見た時、ごめんなさいね、もしおじとらの方、ちょっとなんやろな、いい意味で、ちょっとなんか憎たらしかった、食べ方が。しゃべり方がこんなにもっていうぐらいさ。あ、食べるんや。おにぎり1個分ぐらい一口でいくやん、ご飯を。めっちゃ食べるな。ただただ飯食うはるのこう見てて、なんでこんな食うの。腹立つって、ちょっと最初腹立つ、あれやなんか腹立つから見てまうみたいな。で、憎たらしいわこの食べ方とか思いながら見てたけど、やっぱ気ぃついたら、そのおじとらのいろんな動画見てたりとか。だからそのまあ飯系はおじとら系だけじゃなくて、俺あの人のもの見てしまう。大食いにと花輪さん、花輪さんの家族の、花輪さんの家族のめっちゃ食うな。めっちゃ食うやろ。息子さんとかめっちゃ食う。柔道やってるね。そうそう、あれが気持ちいいな。気持ちいいね。あれはあの系は大食いやったらめっちゃくちゃ自分で飯作ってさ、最後谷やん。あ、知らん知らん。谷やんすごいで。これ、いや、花輪さんの話したしてくれ。花輪さんの話、俺の場合ね、聞かせてくれ、聞かせてくれ。もう名前忘れてた人の。やめてくれ。花さんの花さんのは気持ちいいな、見てて見てて気持ちいいので、奥さんが
めっちゃ料理上手でめっちゃ作らはってさ、うん、ほらなんか3人兄弟のさ、うん、一番末っ子の子がむっちゃ可愛くてさ、うん、なんか例えば自分の好きなおかずとかやったらさ、うん、よっしゃーとか言うのね。あ、可愛いな。そう、むっちゃ可愛いね。ほんでむちゃくちゃ飯食うて嬉しいやな、うん、だからなんか飯系を見なんかやっぱいっぱい食うのってやっぱ見てまうんやな。まあ、気持ちいいな。なんかおっさんやからかな。なんか見てて気持ちいいと嬉しい。こんな食うてくれてるって。俺何も作ってない。ついて俺はやっぱ芸人やから、うん、やっぱ芸人さんのを見るわけよ俺。お俺は、うん、絶対見てんのは、うん、ロバートさん。言うても最近できたやつや。最近、うん、前まではおはようロバートっていうのでやってた企画なんやけど、うん、それがロバートチャンネルっていうのでやってんやけど、もうそれがな、もうな、俺もうめっちゃおもろいのよ。その俺一番面白かったんが、秋山さんがひろしさんを何かしら寝かしつけるっていうもうそれな、俺もう契約ぐらいもう、なぁ、わかるあの、雰囲気で、うんもう何かしらけどもずっとなんかあ大丈夫大丈夫もう寝ていいって永遠やってんやけども、もうそれもうほんまおもろて、ほんでちょでなんか寝そうな感じで、その時になんか出たババさんがちょっと電気をちょっと暗い俺なんやろうな。俺やっぱり動物系かな。おナショナルジオグラフィックっていう、ああまあこれね感動さすねん、ちょっと作りが。あ俺好きなイボイノシシのお母さんが子供守るやつやねんけど、うん、これなんかめっちゃ短い動画やねん、5分ぐらいの5、6分の、むっちゃ感動さすよね、なんかその言うてることが。イボイノシシってまあ子供がなんか4匹か5匹ぐらいいてチーターに狙われてんだけど、例えばガゼルみたいなやつはちょっとジャンプできてちょっと早いとかさ、でイボイノシシってそんなんがないよ、ないな、何もズバ抜けた特徴でも守んねん子供チーターが、ね、でなんか全部ナレーションあんねんけど、イボイノシシの武器は、もう勇気やっていう根性、うん、ええやん。その時点で俺もう泣きそうなんでイボイノシシがチーターに自分を追わすねん、お母さんで自分を追わしてもう自分も食われるかもわからんねん。でその間に子供逃がすねん。確かにズバ抜けた特徴はないけど、うん、こいつの特徴は勇気なんや。なるほどな。俺もこういう風になろうと。いや、なったらあかんやん。俺もイボイノシシみたいになりたい。武器身につけようぜ。ここなんでそうなの。ほんまのイボイシシで撮る。でもなんかそう学ぶことが多いやん。ちょっとイボイシシの話こうなってきたな。この辺もキムキになって。なんでなって。え、なんか見たか。なんかその勉強させてもらうというか。まあかっこいい話や。うん、なんかな、だから動物系だからいろんな見る、まあグロいのも見るし。いろんな動物系見るけど、うん、ちょっと感動。勉強にもなってちょっと感動もする。なるほど。あとちょサバイバル系カメゴロウ。あおもろいな、うん、最近あげてないけどな、うん、グロいけど、うん、めっちゃ見てた。ほんまにちょっと自分で山の中で鹿とかイノシシ捕まえてそれをさばいていかついな、うん、それを食べてずっと生活してるみたいな。で皮も剥いで、うん、毛皮みたいなのやって、うん、皮とかでで自分でそのもう全部言うたら石で焼く、すぐスープにする人やろ、うん、すぐスープにして枝の端で、でうんまー言ってほんまかって思うけど何でもスープするから。そうでなんか肉をさばいて肉を焼かはるやん、うん、でもあれいつ見てもなんかホルモン系ばっかりやん、ね、その普通の赤身の部分どうしてはんねんそう思うねんけど干したりしてやるな、うん、保存食にしたりする。だからちょっとそういうサバイバル動物系ちょっと憧れるよな。なんか単純に用できへんやん、さばいたりとか。だからすごいなっていう、絶対できへんからさ。できへんな。なんか海外のさ、うん、これどうなん、海外のドッキリの感動のやつとか知らん、あなたならどうするっていうやつ。どうなん、俺あれもう絶対泣きたい時ない。
いや感動系みたいやっ時あるやん、うん、ちょっとなんかちょっとおセンチな時にさ、うんうんうん、思いっきり泣きたい夜とかあるわけよ気持ち悪いな泣いてなんか、うん、明日また頑張ろうっていう気持ちになりたいなるほどね、うんうん、例えば実験しはんのよ、うんうん、例えばこのお前が店行くとするやん、うん、なんか店の中で女の子同士のいじめとかな、はいはいはい、ちょっといじめてんのその子何あなたなんてみたいな、うん、なんか例えば黒人と白人の人がいて、うん、あのご飯食べてんねんけど誰かがいいよなんかその差別的なことするわけよ、うん、黒人の人だか飯食わんと俺と白人同士どの子の言ったらはそれ全部仕掛け人よ、うん、で周りのお客さんどうするかっていう、ね、店員さんでなイスラム系の店員さんなわけよアメリカ で、うんうん、でイスラムの人の帽子かぶってるわけよ、うん、ほんなら少年が来ていや俺店員変えてくれって、うん、でイスラム系やから、うん、あの 9.11 やって、うんうん、あのあれ忘れたんかいやそんなやつなんか飯かいたらもうその兵隊さんがさ、うん、普通に店に来てる兵隊さんが、うん、もう出ていけみたいなこと言って、うんうん、めっちゃかっこいいねそれ、うん、いやあんた戦ってんのこいつらだよって、うんうん、僕は彼とは戦ってないみたいな、うん、もうむっちゃ泣けんねん、もうそれってもうブワー何本も見てもブワー泣いてほんまにブワー泣くねんブワー泣いてグーンねんねん、あもうじゃあもう全部出し切れんねん、ちょっとそれを見るときさ、うん、じゃあちょっとなんやろ精神的に疲れたり、そうそうそう、ちょっとストレス溜まってるときとか泣いてんねん、女の人やむちゃくちゃ泣いて寝るのはもう女の人や、 OL さん、でもな、やべ泣いたらすっきりすんのよ、すごいな、もうブワー泣いてむちゃくちゃ滑ってやるとかいやお前キリ泣いてそんな度にそんな毎日のように泣いてる